そりゃ最初は抵抗があったよ。納豆は独特の匂いがするし、ネバネバしているじゃないか。卵だって加熱して食べるのが当たり前だ。アメリカ人男性による日本の朝食にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、日本は朝からおかしい。アメリカ人男性が驚愕した日本の朝食とは?の話題です。海外。そりゃあ日本人が長生きするわけだ。日本の伝統的な朝ごはんというと、白いご飯にお味噌汁、焼き魚、納豆、海苔、漬物などを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。日本の朝食は栄養バランスが良く、長寿食とも言われています。朝食に関するある調査によると、毎日朝食を食べる人は全体のおよそ7割。ただご飯よりもパンを食べる人の方が多く、食べるのに時間がかからないメニューを選ぶ人が増えているそうです。同調査では、ほとんどの人があまり朝食に時間をかけず、10分あるいは15分以内で済ませていることも分かりました。しかし旅行先での朝食は特別で、ホテルや旅館などではしっかりと朝食をとるという人も少なくありません。旅行先であれば時間を気にすることなくゆっくり食事を楽しめる。旅行先の名産品など日頃食べないおかずを味わえることなどがその理由だそうです。また、自分で料理や片付けをする必要がなく、栄養バランスの良い朝食を手軽に食べられることなどから、定食屋さんで朝食をとるという人も多いようです。さて今回ご紹介するのは、アメリカ人男性によるエピソードです。彼は朝食に無頓着で、シリアルやフルーツだけでささっと済ませることがほとんどだったそうです。しかし日本で生活するうちに和風の朝食をとるようになり、日本の朝食にハマってしまったと語っていました。彼は一体どんな朝食を食べたのでしょうか?どうぞぜひ最後までご覧ください。そしてちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。朝食は一日のうちで最初の食事だ。一日で一番大切であることは理解している。朝食を抜くと心血管死のリスクが 40% も高くなるっていう調査結果が出ていたんだよ。昼食や夕食はちゃんととっているから俺には関係ないが、一日一食だとリスクは 83% も高くなるそうだ。と言っても仕事のある日は朝食に時間をかけていられないのが現実。シリアルで簡単に済ませることが多いかな。あるいはオレンジジュースを飲みながら新聞を読んでそのまま出社する。フルーツを1個かじって終わらせることもあるし、コーヒー1杯だけっていう日もあるな。時間がない時はオフィスに向かう車の中でコーヒーを飲む。朝食を食べずに出社している人は全体の3分の1から4分の1だっていうから、別に俺だけが特別っていうわけではない。それに休みの日はゆっくりとブランチを楽しんでいる。トータルで考えたらそれほど悪くないんじゃないかな。同僚は必ず奥さんが作る朝食を平らげてから出社するって言っていた。俺にはまだ結婚の予定がないからちょっと羨ましい。ある時俺は日本に行くことになった。上司から短くても半年は日本で仕事をすることになると言われたんだ。日本はまだ行ったことがないが、半年程度なら何とでもなるだろう。ところが実際に日本で働き始めると、半年じゃ短いって感じるようになった。日本での生活は快適だし、何より食事がうまい。アメリカでは朝食に時間をかけるなんてありえなかったのに、日本に来てから俺の食生活は一変してしまった。特に朝食。日本の朝食に興味を持つようになったきっかけは、東京のオフィスの同僚の話だった。彼は毎朝朝食をとってから出社しているという。その話を聞いたとき、てっきり奥さんが用意しているものと思っていた。だが彼は俺と同じで独身だった。実家暮らしではないそうだから、母親に作ってもらうわけでもない。ということは、早起きして自分で朝食の準備をしているのか?すごいな、と思ったらそれも違った。彼は、朝食にちょうどいいメニューがあるお店があるんです、と教えてくれた。それに定食じゃなくても朝食を食べられる店はたくさんありますし、自分で作るより手軽でいいですよ、とも。
彼の話だと日本人の半分以上は朝食をとっているという。仕事に行く前に朝食をとり、お昼も夕食もちゃんと食べている人が多いそうだ。自分で朝食を用意して食べる人もいれば、彼のように外食で済ませる人もいるとか。彼はコンビニで買って食べることもできますよね。でも僕はやっぱり和食の朝ごはんがいいし、炊きたてのご飯が食べたいんで、よく定食屋に行くんです。と話していた。日本のコンビニは品揃えが豊富だから、コンビニで食べたいものを買って朝食にするのも悪くないだろう。でも、コンビニで売っているシリアルって種類が少ないんだよ。スーパーもだ。アメリカで買えるシリアルの種類に比べるとものすごく少なくて驚いた。かといってさすがに毎日サンドイッチやおにぎりだと飽きてしまう。まあ俺はもともと朝食をしっかりとる方ではないから、ヨーグルトやコーヒーが買えればいい。コーヒーショップで何か食べることもできるしね。ん？定食ってなんだ？和食の朝ごはん？ということはライスを食べるのか。俺は定食について聞いてみた。彼は、定食っていうのは何種類かのおかずとご飯がセットになったものです。おかずの内容はお店によりますね。ご飯と味噌汁、納豆や焼き魚、生卵がセットになった定食が多いと思います。朝から定食を提供しているお店が増えていて、麺類も選べますよ。と教えてくれた。そして、もし興味があるなら行ってみませんか？と誘ってくれたんだ。そこで俺は同僚がよく朝食を食べに行くというお店に連れて行ってもらうことにした。彼に、生卵って食べられますか？納豆は？と聞かれ、いや、どっちも無理だと答えると、俺でも食べられそうな朝食メニューがあるお店を選んでくれた。朝早めに同僚と待ち合わせて、早速おすすめだというお店に向かう。なんと朝5時から営業しているそうだ。日本人は勤勉だな。その日の朝俺が食べたのはベーコンエッグ朝食だ。卵はしっかりと火が通っていて、ベーコンは絶品。味噌汁も意外とうまいし、こういう朝食も悪くないなと思った。次の日は別の店で食べたよ。そこでも目玉焼き朝食があったが、せっかくだから彼と同じ鮭の塩焼き朝食にしてみた。朝から魚料理を食べるのは初めてだよ。鮭の塩焼きも味噌汁もうまい。そんなことを何度か繰り返すうちに、俺は納豆や生卵まで食べるようになった。そりゃ最初は抵抗があったよ。納豆は独特の匂いがするし、ネバネバしているじゃないか。卵だって加熱して食べるのが当たり前だ。でも同僚に、どっちも美味しいですし、栄養もあります。僕は毎朝納豆と生卵でも飽きないですね。日本の伝統的な朝ごはんと言ったら、やっぱりこれだと思いますよ。と言われて試してみた。納豆って意外と柔らかいんだよ。それに豆のようなベジタブルバーガーのような味で、考えていたほど悪くなかった。生卵も食べてみると美味しくて、一緒に海苔を食べたらもっとうまいことが分かった。同僚は、納豆が豆の味、これ豆を発酵させたものですから、と笑いながら言い、納豆や生卵の安全性について説明してくれた。納豆は日本で古くから親しまれている発酵食品。納豆の原料は大豆で、大豆を煮たり蒸したりしたものに納豆菌という菌を加えて発酵させたものだそうだ。大豆は豆類の中でも特にタンパク質が豊富で脂質も多い。ただ大豆のタンパク質は人間の体内では分解されにくく、そのままではあまり消化吸収されないという。消化を妨げる成分が含まれているからだ。ところが大豆を納豆にすると吸収されやすくなる。その上、いろいろなビタミンなどの副産物まで生成されるという。ビタミンだけでなく、納豆キナーゼという人体に有効な成分まで作られるそうだ。納豆キナーゼは血栓の溶解を促す血栓予防物質で、動脈硬化の予防に効果的らしい。納豆に含まれる栄養成分は、タンパク質、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラル。納豆は日本の伝統的な食べ物であり、スーパーフードでもあるという。納豆のルーツは未だにはっきりしない。米や大豆の作り方は中国大陸から伝わったが、中国には納豆という言葉自体存在したことがないという。
ということは日本独自の食べ物なのかもしれないな。大豆はそのまま食べるには硬すぎるから、昔も大豆を煮て食べていたと考えられている。そして当時の人々の住居には稲わらが使われていた。納豆作りに欠かせない納豆菌は、稲わらや枯れ草などにたくさん存在しているそうだ。大豆を煮たものが稲わらの上に転がり落ち、納豆菌が付着して偶然納豆ができたのではという説があるという。他にもある。大豆は自量でもあり、馬で移動するときは煮て乾燥させた大豆を運んでいたらしい。あるとき馬の自量が足りなくなり、煮たばかりの熱々の大豆を俵に詰めておいたところ、数日後に納豆になっていたという説だ。どちらも偶然納豆ができたという点は同じだし、かなり古くから納豆が食べられていたことに違いはない。同僚は、ここ数年の健康ブームでアメリカでも納豆が注目されているそうですよ、と教えてくれた。何でもニューヨークのカフェに納豆を使ったメニューがあるというんだ。そのカフェでは栄養価が高くて珍しい食材をサンドイッチの具に取り入れたかったらしい。そして納豆が最適だったみたいだよ。サンドイッチならお米が主食ではない人でも食べやすいし、多くのお客でにぎわっているという。そして生卵のこと。アメリカでは卵を生で食べる習慣がない。サルモネラ菌や食中毒が怖いからだよ。アメリカに限らずほとんどの国では生卵を食べないと聞いたことがある。ところが日本では普通に生卵を食べている。どうしてかというと、日本の卵は衛生管理が徹底されているからだ。まず卵を産む鶏はサルモネラ菌などに感染しないような環境で飼育されている。そして卵は表面の汚れを落として紫外線や消毒液で殺菌。割れた卵がないかチェックし、サルモネラ菌に汚染されていないかの検査が行われる。日本の卵のサルモネラ菌汚染率は 0.003% 程度と極めて低く、割れていなければかなりの期間生で食べられるという。日本で生卵を食べるようになったのは江戸時代だというから、かなり古くからの習慣だとわかる。明治時代になると卵かけご飯が食べられるようになり、やがて朝食の定番となったが、まだまだ卵は高価で貴重な食材だった。その後卵の生産量が格段に増加し、一般家庭でも普通に卵かけご飯を食べるようになったらしい。日本でも昔は殺菌やサルモネラ菌の検査が行われていなかった。でもある時、サルモネラ菌による食中毒患者が急増したため、国を挙げての衛生対策が取られるようになったという。日本以外でここまで衛生管理を徹底している国はほぼないだろう。もしも他の国で生卵を食べたくなったら、かなり注意しないといけないな。俺はついでに味噌汁のことも聞いてみた。味噌汁も日本の朝食に欠かせない食べ物の一つ。味噌とだし汁を合わせたスープに豆腐やわかめといった具を加えたものだ。味噌も納豆と同じで発酵食品。主原料は大豆で、麹菌という菌で発酵させて作られる。伝統的な日本の調味料である味噌には、昔の医学の専門家も注目していたそうだよ。体を温めて血行を良くする、血圧を下げる、消化を助ける、吹き出物が出るのを防ぐ、体がツヤツヤになる、痛みを抑えるなどの効果があるのだという。そんな素晴らしい調味料を使った味噌汁を飲むと、コレステロールの抑制、抗酸化作用、胃潰瘍予防、がん予防、二日酔い予防、美肌、生活習慣病予防といった効果が期待できるそうだ。味噌の主原料である大豆には、食物繊維やサポニン、ポリフェノール、ビタミン E、イソフラボン、コリンと様々な成分が含まれている。ある研究によると、毎日味噌汁を飲んでいる人は胃がんにかかりにくいという結果が出ているという。味噌汁は健康効果抜群なんだね。ただ、体にいいからといって毎日たくさん飲むのは逆に良くないそうだ。味噌には塩分が含まれているから、飲みすぎると塩分の取りすぎになってしまう。1日に 2、3 倍を目安にするといいらしいよ。納豆や味噌といった発酵食品には、食品の保存性をアップさせて美味しさを保つとか、味わいや香り、栄養価を高めるというメリットがあるらしい。
そして発酵食品のいいところは、体に吸収されやすいこと、腸内環境を整えて免疫力をアップさせること、体の酸化を防いで若々しさをサポートすること、動脈硬化などの生活習慣病の予防にもなるし、ストレスの軽減にもつながるという。それに腸の働きが良くなると肌が綺麗になるっていうよね。知らなかった。発酵食品ってすごいんだな。醤油や酢、みりん、だしに使う鰹節も発酵食品だそうだから、和食はかなり健康的っていうことになる。すると同僚は梅干しも体にいいんだと教えてくれた。梅干しは梅の実を塩漬けして干したもの。とにかく酸っぱいんだ。でもご飯と一緒だと美味しく食べられる。発酵食品ではないが、梅干しも古くから体に良い食べ物として知られていた伝統食品。日本最古の医学書に梅干しを薬として用いていたという記述があるそうだよ。庶民の間で食べられるようになったのは江戸時代。梅干しには殺菌作用があり、当時流行したコレラの治療薬として活用していたらしい。梅干しにはカリウム、ポリフェノール、クエン酸、リンゴ酸、カルシウム、鉄分、ビタミン E などが含まれている。カリウムはむくみの解消や予防に効果的だし、ポリフェノールには抗酸化作用がある。クエン酸やリンゴ酸には疲労回復効果があるという。クエン酸にはカルシウムの吸収率を高めるという働きもある。しかも梅干しには整腸作用や食欲増進作用もあるんだ。体が衰弱しているときは栄養を取る必要があるが、食欲が湧かないこともあるよね。そういうとき梅干しの酸味が役に立つ。あの酸っぱさで食事の量を増やせるという。そして梅干しには腸内環境の改善に効果的な食物性乳酸菌がたくさん含まれているから、整腸作用も期待できるという。加熱すると血行促進効果まで期待できるっていうし、梅干しもスーパーフードなんだろうな。日本の朝食は健康にいいものをたくさん取り入れている。海苔だって生活習慣病予防に効果的だっていうじゃないか。タンパク質や食物繊維、さらにタウリンが豊富で肝臓の働きを高めるらしいよ。ご飯と梅干し、海苔、味噌汁、そして納豆と生卵があれば栄養バランスはバッチリなんじゃないかな。日本は朝からおかしい。いや、おかしいのは朝食に無頓着だった俺の方か。同僚から日本の朝食の話を聞き、健康に良さそうだと感じた俺は、その後毎日日本の朝ごはんを食べるようになった。魚料理も好きになったし、その日の気分でお店やメニューを変えているよ。スーパーで買ってきてうちで食べてもいいけど、日本には安くて美味しい和食の朝食を食べられる店がたくさんある。たまに気分を変えてカフェでトーストのセットを食べることもある。朝ラーと呼ばれる朝ラーメンにも挑戦した。でも結局次の日からは和食の店に行くんだ。日本にいる間にすっかり日本の朝ごはんを定番にしてしまったよ。最初は納豆とか生卵に驚いていたけど、今ではこれこそが最高の朝食だと思っている。滞在期間をもっと長くすることはできないだろうか。それが今の悩みだ。以上がエピソードの概要です。このアメリカ人男性によるエピソードには海外からたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本の朝食をランチに食べたいな。とても美味しそうだよ。アメリカだと目玉焼き、ソーセージ、ベーコン、ポテト、パンケーキを1枚のお皿に乗せる。日本の朝食は素晴らしいね。とはいえ納豆は抜かしたいところだけど、究極の場面じゃない限りは食べたくない。日本では食パンを口にくわえて遅刻しないように学校まで走るのかと思っていたわ。生卵をご飯にかけると最高だよ。適切な管理がされているから何も問題ない。日本では全然大丈夫。日本の朝食を見てかなり驚いた。こっちのランチとディナーが同時に出ているみたいな感じだ。日本の朝食はまさに最高の朝食と言える。僕はイタリア出身の人間だけど、日本の朝食を毎日でも食べたいよ。
日本は朝食までも健康的だもん。そりゃ日本人が長生きするわけだ。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介したアメリカ人男性は日本の朝ごはんが気に入ったようです。日本には朝食メニューを提供しているお店がたくさんあり、朝食にラーメンやうどん、お寿司などを選ぶこともできます。カフェやドーナツやファミレスやハンバーガーショップで朝食を取ることもできますが、彼はすっかり和食の朝食にハマったようですね。さて今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。